皆さんこんにちは。メジャーリーガーとして活躍をし、日本だけでなく世界中の多くの人々を魅了している大谷翔平選手。2023年3月に開催された第5回 WBC では投打二刀流の活躍で日本代表のエースとして日本を優勝に導きました。今回はそんな大谷翔平選手の気になるご家族についてご紹介したいと思います。まず大谷選手のお父様は大谷徹さんというお名前で、元社会人野球選手をされていました。1962年生まれで、岩手県北上市出身の徹さんは、野球選手時代のポジションはピッチャーで、右投げ左打ちという点は大谷選手と同じです。また徹さんも身長が182センチと高く、身長の高さも大谷選手に受け継がれていますね。徹さんは中学入学当初は陸上部に入部しており、中学2年生の時は100メートル走、砲丸投げ、走り高跳びの3種競技 A で県大会入賞を果たしております。しかし、明確に個人の優劣がつくことを嫌って、2年生途中で野球部に転部し、入部後はエース兼4番打者として活躍をしていたそうです。そんな徹さんは岩手県内の野球部強豪校からも注目されていたようで、中学卒業後は岩手県立黒沢尻工業高等学校に進学。この黒校は甲子園出場を果たしたこともある岩手県内では野球の強豪校でした。徹さんは入部当初の1年生の時までは投手をしていましたが、すぐに投手としての壁にぶつかり外野手に転向。また外野手に転向後は俊足だったこともあって、足を生かすために左打ちに変えています。その後は1番、3番、5番打者として活躍をしていましたが、3年夏の県大会では初戦敗退をし、3年間で一度も甲子園大会に出場することはありませんでした。高校卒業後は三菱重工横浜野球部のセレクションを受けて入社。1年目で肩を故障するも、1、2番打者の外野手として主力に近い位置でプレーしていましたが、怪我などの悪化で6年目を迎えた24歳の時に、当時の監督から来季は戦力として使わないと通告されたことで現役を引退。その後は三菱重工横浜グループ企業の社業に専念していましたが、長男の龍太さんが生まれた後の1991年に現在のトヨタ自動車東日本に転職。第2子の長女が生まれてからは、地元岩手県北上市に隣接する現在の奥州市に移り住みます。次男の大谷選手が生まれてからは、長男の龍太さんが野球を始めた時に仕事が忙しくて教えることができなかったことが心残りだったこともあって、次男の大谷選手には熱心に指導することを決意。大谷選手が小学校2年生から水沢リトルに入ると、コーチを買って出るようになり、後に監督も務めました。大谷選手が巣立った現在も少年野球の指導を続けており、2014年に徹さんが有志と共に立ち上げた金ヶ崎リトルシニアでも監督を務めています。大谷選手のお母様は佳代子さんというお名前で、元バドミントン選手でした。神奈川県横浜市出身の佳代子さんは1963年に生まれています。身長は170センチと女性にしては高身長なことも特筆すべき点です。三菱重工横浜のバドミントン部に所属していた佳代子さんは、1986年の冬に三菱重工野球部を引退した徹さんと結婚して退職しています。退職後は徹さんの地元の岩手県で2018年まで焼肉屋さんでパート勤務をしていましたが、大谷選手がメジャー移籍をしたため渡米のサポートをするためにパート勤務をやめています。ちなみに佳代子さんは大谷選手をよく練習場に連れて行って一緒にバドミントンをしていたようで、佳代子さんによれば大谷選手はバドミントンの腕前も優れていたと語っています。
佳代子さんがバドミントンを始めたのは小学5年生からで、中学3年生の時の全国大会で神奈川県代表の団体メンバーに選抜されるほどの実力でした。全国大会では決勝に進出し、熊本県代表の八代市立第三中学校と対決しましたが、惜しくも敗れて準優勝でした。ちなみに決勝で対戦した八代市立第三中学校の選手にはバルセロナオリンピック日本代表の陣内貴美子さんが在籍しており、佳代子さんも何度か対戦経験もあったようです。中学卒業後の佳代子さんはインターハイ出場を目標に掲げ、インターハイ常連校の神奈川県立横浜立野高等学校に進学しています。佳代子さんは越境入学であったため、1時間かけて通学しており、朝5時の始発で通学し、土日も含めて毎日19時か20時頃まで練習漬けの学生生活を送っていました。そして高校卒業後は三菱重工横浜に入社し、三菱重工横浜バドミントン部に入部。しかし三菱重工横浜はバドミントンにそれほど力を入れていなかったようで、社会人大会の神奈川県予選ベスト4というレベルで全国大会に出れるかどうかというぐらいのチームだったようです。練習も高校生の頃と比べて平日2日と土日の週4回ということで、かなり余裕があったそうです。大谷選手には7歳年上の兄で長男の龍太さんがいます。そんな龍太さんも元社会人野球選手で、端正な顔立ちからイケメンと話題になったこともありました。龍太さんはトヨタ自動車東日本硬式野球部に所属し、社会人野球選手時代には外野手として活躍していました。1988年生まれの龍太さんも187センチとやはり高身長です。2013年12月に結婚されており、お相手はミスコーチとの噂がありますが、確かな情報はありません。3年後の2016年には第一子となる長男が誕生しています。大谷選手にとっては可愛い甥っ子となりますね。龍太さんは中学高校と野球部に所属し、高校卒業後は一般企業に勤務しながら、クラブチームの水沢駒形野球クラブに所属をして野球を続けていました。当時は工場で働きながら野球をしていたようで、龍太さんは当時を、毎朝6時から仕事が始まるまで練習し、夜中の1時か2時頃まで工場で働いて、家に帰り寝ての毎日で、体力的にも精神的にも本当につらかったと振り返っています。その後2010年に四国九州アイランドリーグの高知ファイティングドッグスに入団。入団テストは一度は落ちてしまったものの、2度目で見事合格をしています。この高知ファイティングドッグスで2年間プレーした後に、地元の岩手県に戻り、お父様の徹さんが勤務していた自動車ボディメーカーが大谷選手の出身地に新たに硬式野球部トヨタ自動車東日本硬式野球部を発足させ、同部に勧誘を受けたことで入部。コーチへの残留との狭間で悩んだそうですが、社会人チームが減少する環境と地元という理由で入部を決意したそうです。立ち上げ当初は13人のメンバーからスタートでしたが、総部から7年目となる2018年に第89回都市対抗野球大会に出場しています。同部ではコーチ兼任を経て、現在は現役を引退してコーチを専任しています。長女のゆかさんは大谷選手の2歳年上で看護師をされています。ゆかさんと大谷選手は年が近いため、幼少期からとても仲良く過ごしていたようです。以前佳代子さんと大谷選手の試合観戦をした際には、美人だと話題になりました。姉のゆかさんも大谷選手やご両親同様に運動神経抜群のようで、学生時代にはバレーボール部で活躍していたと報じられています。
ゆかさんの気になる身長は168センチとやはり女性としては高いです。ゆかさんは2020年1月に大谷選手の母校である花巻東高等学校の教師で野球部の部長をされている笹賀博之さんと結婚をされています。笹賀さんはゆかさんの10歳年上で、大谷選手にとっては義理の兄となります。結婚をされた約1年後には第一子となる長女を出産されており、大谷選手にとっては姪っ子となります。ちなみに大谷選手のご家族は取材 NG としています。2023年3月に開催された第5回 WBC では、大谷選手の活躍は素晴らしく、日本を世界一に導きました。今回の活躍で、より多くの人が大谷選手についてもっと知りたいと思ったことだと思いますが、なぜ大谷選手のご家族は取材 NG なのでしょうか。今や世界中の野球ファンに注目される存在となった大谷選手ですが、一つの行動や言動だけでも話題となります。例えば学生時代の密かなご褒美スイーツとはといった些細な内容でもニュースになるほどです。大谷選手が高校生時代に書いた人生設計シートには WBC 日本代表という目標が書かれていました。家族としては絶対に子どもの夢見た舞台を邪魔しないという家族ルールのもと、取材 NG を決めているようです。今回の WBC では、母親の佳代子さんと姉の由佳さんが16日に東京ドームで行われた準々優勝の試合に足を運んでいたようですが、大谷選手の WBC での雄姿を邪魔しないと一切取材を受けませんでした。取材を受けることでマスコミに余計な雑音を立てさせないためとも言えるかもしれませんね。気になる大谷選手がどのように育てられたかですが、ご両親は大谷選手の幼い頃から家族全員リビングに集まるように自宅を設計していました。家族5人が自然とリビングに集まることで、家族揃って食事をするのが当たり前になったようです。また学校から帰ってきた子どもたちは自然とリビングで勉強したり、テレビを見たり、時には寝ていたりしていたといいます。大谷選手のご両親は子どもに向かって勉強しなさいや片付けをしなさいなどうるさくしつけをしたこともなかったようです。ご両親の自然とのびのびとした子育てとリビングに集まることでの家族間のつながりが、今の大谷選手の人柄を作り上げたのでしょう。今後もさらに活躍するである大谷選手、レジェンド選手になることは間違いないですが、この先の活躍も楽しみでなりませんね。